名古屋高速3号、大高線は愛知県名古屋市中区の鶴舞南ジャンクションから愛知県名古屋市緑区の名古屋南 JCT へ至る名古屋高速道路の路線である。道路法上は名古屋市道高速2号の一部である。大高線、北帯入口付近名古屋市の中心部と市内南部地域を連絡する南北方向の路線である。南端の緑区大高町にて、 国道23号と千田半島道路及び名古屋南 JCT にて伊勢湾岸自動車道を名古屋第二環状自動車道と接続する。このことから市内南部と中心部の連絡に限らず中部国際空港及び関東、静岡方面から名古屋市内への流出入路線としての役割も合わせ持っている。名古屋高速において最初に強用された路線である。 各路線の建設優先順位を決めるにあたって、その交通集中の具合から一号クスの汽船と並んで最も急を要する路線として最上位に位置づけられた。路線は大半が高架開葬式でむね直線上であるが、星崎料金所の前後区間にて半径300メートル程度のカーブが存在し、この区域の見下り線が上層で建設されたダブルデッキ構造である。 また、星崎料金所以内は、天白川に架か,かる橋梁が、上下線分離となるほか、大高区間で再度上下線が分離することが特徴となっている。大高線は大半を幹線道路の上に建設され、起点の鶴舞南ジャンクションから、星崎料金所手前までは、名古屋市道、堀田工学線と国道1号の上を通り、南区関元町にて右へカーブして、 愛知県道36号初輪名古屋線と並走、単語通行差点の上で左へカーブし、その後は終点の名古屋南 JCT まで国道23号の上を通る。このうち国道1号から国道23号にバイパスする区間では季節道路上を通さず、用地買収区間を通過する。1960年代における高度経済成長では、 産業の発展拡充が行われ、経済活動や消費水準も大幅に上昇した。しかし、その後追いの形で、公害問題が顕在化し、当時の公害に対する行政、企業の認識の甘さもあって被害は深刻の動増した。経済の発展段階でこそ、産業振興を最優先とした姿勢も、1970年代を、 迎える頃には郊外に対する市民の関心が全国的に展開されたが、それは拡張一辺倒だった自動車交通についても同様で、受け入れから抗議、反対へと市民の姿勢も転換されつつあった。名古屋の道路混雑が深刻化し、名古屋に都市高速を建設するための校舎を設立、名古屋高速の整備計画が認可を受けた1970年という、年はちょうど、 このような状況であった。大高線の建設開始は1972年1月のことで1974年度には開通させるってはずだった。しかし、この状況下において沿線住民の抵抗が激しく用地交渉に難渋を極めることになった。さらに、住民側の働きかけを受けて名古屋市議会は1973年3月に 都市高速道路関連予算の執行凍結を決議し、6月には本山名古屋市長の要請で工事が中止されるに至った。挙句は、このタイミングでオイルショックが到来し、諸物価の高騰を招いたことは、必然的に建設資材の値段の上昇となって現れた。同年12月には予算執行凍結の解除に至ったが、工事の中止期間中もコスト上昇は続き、 それはその後の工事再開、内市新規着工区間における工事費用の高騰となって跳ね返ることになった。なお、工事中断区域については、地元との環境対策における折り合いがついたことで1974年10月以降、順次再開され、1977年までに全ての工区で再開されたが、この時点で当初計画の共用開始年を大きく超過していた。 そして迎えた1979年7月、都心部の一歩手前の昭和区炎上町を当面の起点として、大高線は暫定開通したが、時代に恵まれなかったこともあって、幼稚取得から暫定供養に至るまでに約10年の歳月を要することとなった。かつて首都高速や阪神高速が部分開業していた黎明期にあっては、 通行台数が少なく、計画を下回る内容であった。その後、共用区間が延長され、路線ネットワークが整備されるにつれて、通行台数も増加傾向を示したが、3号大高線でもこれと同様のことが見受けられた。1979年にあっては、大高線に限らず、名古屋高速全路線においても高津実質に行くうち、 大高出入口間十点九キロメートルが営業するすべての路線で都心にほど近い小枠に接続とは言っても共用区間の短さに加え高速道路としてのネットワークを十分形成していなかったことで通行台数は目標を大きく下回った当時の通行台数は1日に1万3千台で自分の車以外は前後を一台も走っていないと言われるほどに少なく 開業25年目の大高線の通行台数8万台と比較するといかに伸び悩んでいたかが理解される。これが当時、高速道路建設反対派住民に対し格好の批判材料として利用された。その後、1985年の東新町入り口と東別院出口までの延伸によって利用台数が増加に転じ、以後も新規路線開業及び、 都心環状線のネットワーク完成に伴って急激な伸びを示した。このことは高速道路の特徴として一定の高速道路網を形成して初めてその進化を発揮することを如実に示し、また高速道路の建設が長期的視野に立脚することを示す一例ともなった。大高線の交通量は路線ネットワークの拡張とともに増加の一途をたどり、 時間帯と場所によっては渋滞も参見されるようになった。こうした中で追い打ちをかけたのが2003年の名古屋南 JCT への延伸による伊勢湾岸自動車道との接続と2004年の豊田 JCT における伊勢湾岸自動車道と東名高速の連結による静岡方面からの流入交通による通行量の増加。 そして2005年の中部国際空港開港によるアクセス交通の流入に至っては容量の限界に達したとされる。こうした事態をあらかじめ予測した校舎は事前の対策として星崎料金所のブース増設と都心環状線の山王ジャンクションの3車線への拡幅を段階的に施行した。また山王ジャンクションの渋滞緩和を目的として2号 東山線の吹き上げ東で入り口を活用した ETG 迂回の立議制度導入も合わせて行われた。こうした対策によって渋滞緩和に幾分寄与したがそれでも名古屋高速全路線における渋滞ポイントの5割が大高線における渋滞となっていた。しかし2011年に南北交通のバイパス路線である。 名に関バリ JCT 名古屋南 JCT 間及び大高線と並行する4号東海線の開通によって交通が分散したことで渋滞も大幅に緩和された。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成当該路線の南方部分はトラックなど重交通の往来が激しい国道23号に建設された。 高速道路建設前でも騒音や排気ガスに悩まされていた沿線住民は大高線の建設によってさらなる公害が増長されるとして激しい建設反対運動を展開したこのため工事開始の条件として住民要望が出されそのうちの一つが環境施設帯を設置することであったこれは騒音を生活区域まで届かせないために国道と住宅街の間に おおむね20メートルの干渉ゾーンを設け、ここに遮音兵器、食樹帯、生活道路を設けることで郊外を遮断するものである。また、別地域の要望として、高架下の緑化が挙げられ、このため中央分離帯を食樹帯として、沿道地域と高速道路との調和を図った。なお、高架下ということで、日照、雨水等、植物の生育条件としては劣悪であることから、 それらの条件下でも生育する陰性植物を植樹した。これらの中、高木による緑化はドライバーには好感を持って迎え入れられたが、沿線住民からは地域の分断感が生じた、暗くなった、などのネガティブな評価が出され、この反省に立って、以後の植栽は地域植物を主体とした。常日の植樹体のほか、南区内の高架下に公園を設けた。いずれも、硬い。 冷たいという高架下のイメージを払拭し、住民対応に配慮した結果である。大高線は名古屋高速として初めて建設された路線であって、環境対策については実績がないことから、首都高速や阪神高速を半とした。防音壁の構造もそれに習ったものとされ、場所によっては2メートルの高さで設置したが、結果的に防音壁で囲まれ、 景観面及び日照が遮断され、沿線住民に不利益になるなど、課題の残る結果となった。これ以降は、他路線において、従来式防音パネルを多用するも等構性パネルを組み合わせるなどして、景観、日照に配慮した構造に変更されている。大高線建設によって、交通容量が増大することから、直下の季節道路の車線数を減らすことを要望していた。 沿線住民の求めに応じ、歩道側一車線を機関バスの専用レーンとして、車線数減の要望に変えて、これを設置した。運行開始は1982年3月28日である。大高線では、名古屋市 A バスの一般路線バスが運行されている。これは、校舎の要請によって、名古屋市交通局が設定したもので、都心と郊外を連絡する名目で栄えと森の、 里ランチ館で運行されている。このうち、高辻出入口、大高出入口間で大高線を走行する。ありがとうございます。